2019全国大会というもので、マインクラフト自体は、世界で一番売れてるゲームとして、かなり子供たちが人気で、世界で一番もう今遊ばれているゲームになるわけですけれども、それの教育版マインクラフト、エデュケーションエディションというものが、本来は教育機関でしか使えないものを使って、とあるテーマを出して、子供たちにそれを、3名から30名までのチームを組んで、テーマに沿って、それを建築ですね、をするというコンテストになります。なので、この、2020年からのプログラミング必修化とか、そういったのに見据えてというか、ずっと動いているような方々が審査員、アドバイザーだったり審査員がたくさんいらっしゃって、そういうコンテストになります。で、メールの方でも出させていただいたんですけれども、3000ライセンスぐらい、通常はその教育機関じゃないと、購入できないライセンスを、この大会の期間中だけ申し込みすれば、無料で、その期間中だけ付与するよ。で、その参加者が約3000人弱ぐらいいたらしいです。で、その中から3名から30名のチームなので、250チームぐらいがエントリーしてるらしいです。その中の、中で行われた、一次審査というのがまずありました。その一次審査というのは、マインクラフト自体に皆さんご存知いただいておりますか。マインクラフトっていう、なんていう、そのとある空間ですね。ゲームの中の空間に入って、何もない状態だったり、そもそもいろんな、砂漠だったり、海だったり、山だったり、いろんな、その世界があるんですけど、そこに、全くね、フラットの土地もあるんですけども、そこに自分たちで、建築できる、木だったり、水だったり、そういういろんなものが作れる、化学実験とかして、海の中でも燃えるような松明が作れたりとか、いろいろできるような、ものになります。で、そのワールドを共同作業で作る、3名から30名のチーム。で、共同作業でテーマに沿って作るという大会になりますけれども、その一次審査はそのワールド自体を真ん中の方で、審査員が共有してそれを評価するのではなくて、一次審査用に3分間の動画を作成して、それを、応募者間で、自分たち以外のチームを評価するという、ボーディングっていう、総合評価ものが行われました。それで、それと審査員の投票と、正確なところは分からないんですけど、それらを踏まえた上で上位8チームという形で選ばれて、今回の、最終審査会表彰式というのに、この中からもう一人いるんですけれども、代表者3名がこの式に招待されて行ってきた。で、その表彰式において、そのエアボーディングカズ賞という賞、カズ賞というのを、いただくことができたという流れです。で、その一次審査の総合評価において、最多得票だったということが、すごくですね、誇らしい部分というか、最も応募者間、全国からものすごい作り込んでいるような、学校単位でも30名ぐらいでも挑んできているような学歴のところで、チームも含めて、そのプログラミング教室だったりとか、ものすごい本当に作り込んでいるようなチームたくさんありましたけれども、そこらを超えて、本当に1位で通過できた、1位だったっていうのが、評価いただいたっていうのが嬉しいと。
体自体はそういう形です。で、まあ、作品としては、テーマがですね、今回の大会のテーマというのが、僕が言ってるスポーツ施設のある僕私の街、ワクワクする街をデザインしようというのがテーマでした。なんで本当に皆さんこういろんなものを作ってこられて、まあ、サッカー競技場がボタン一つでプログラミングでもうババ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 ッとこう、なんだろうな、ラグビーコートに変わったりとかするような施設だったりとか、なんですかね、もうものすごいこうすごい施設がたくさん作り込まれていまして、で我々は、ちなみに我々のオーダー道場石垣という、プログラミング無料で、子どもたちにプログラミングを教えるというような、まあ、趣旨でやってるオーダー道場というのがあるんですけども、全国には180、日本で国内に180いくつかあって、まあ、全世界で、まあ、2000箇所ぐらいあるという、まあ、オーダー道場として活動しているものになります。で彼が、まあ、コーダー道場主催になります。おそらく多分国内最年少の主催者という形でやっているんですけれども、で我々が、作ったのはこのテーマに沿って、まあ、ちょっと長いんですけれども、まあ、主にこのタイトルが、まあ、南の島、海の恵みとともに海の恵みと共に暮らす人々の伝統芸能とスポーツという形で、まあ、石垣沖縄とかの伝統芸能とかそういったものと、まあ、スポーツとか島民と、まあ、伝統芸能とか伝統行事との関わりとかそういったものをテーマにして、それをまあさらにこう拡大させてこんなのあったらいいなとかっていうのをまあ作っていったような形になります。